サイモン・ウィンチェスター、OBE は、イギリスのロンドン出身のジャーナリスト、著作家、ガーディアンの下で働いた時期に、地の日曜日事件や、ウォーターゲート事件などの事件を取材した。完成まで70年もの歳月を費やした、オックスフォード英語辞典の編集主管、ジェームズ・マレーと彼に協力した狂人の関わりについて、衝述した、博士と狂人と、 世界初の地質図を作成しながら晩年まで報われぬ、ウィリアム・スミスの波乱の生涯に焦点を当てた、世界を変えた地図は、ニューヨーク・タイムズのベストセラーリスト入り書籍となっている。ウィンチェスターは、イギリスのロンドンにて出生し、少年期は、同セットにある数校のボーリングスクールに通学した。アメリカ合衆国内をヒッチハイクしながら1年、過ごした後、1963年に、 地質学の勉強のために、オックスフォード大学セントキャサリンズカレッジに入学し、1966年に卒業した。大学卒業後に、カナダに本社を置く、鉱山会社のファルコンブリッジ社のアフリカ支社に入社した。彼はウガンダで地質学者として、同郷省を探索する作業に携わるようになった。ジェームズ・モリスが、エベレストの初登庁に成功した。 イギリスと団体による1953年のエベレスト遠征について衝述したコロネーションにエベレストのコピーを読んだウィンチェスターはその直後にジャーナリストになることを決意する1969年からガーディアンで働くようになりまず最初に入荷するアポンタインに拠点を置く地域特派員としてついできたアイルランド担当の特派員となった北アイルランド時代のウィンチェスターは 地の日曜日事件やベルファストにおける地の金曜日事件などの北アイルランド問題関連の事件も取材した。1971年にイギリスで起こった北アイルランドの報道をめぐる論争にも関与し、イギリス軍兵士によるバーニー・ワットの射殺を正当防衛によるものだとする見解を示した。1972年にバングラデシュ独立戦争を取材するために、 カルカッタに特派員として数ヶ月派遣された後は、ワシントン DC でその後の4年間の大半を過ごし、第37代アメリカ合衆国大統領、リチャード・ニクソンの辞任につながるウォーターゲート事件や、ジミー・カーターが第39代アメリカ合衆国大統領に選出される1976年、アメリカ合衆国大統領選挙の取材も担当した。 ウィンチェスターはガーディアンを去った後にサンデータイムズで働いたが1982年にアルゼンチンによるフォークランド諸島侵攻を取材した際にイギリスのスパイであると疑われて捕まり囚人同然の生活を3ヶ月間送った。BBC が1992年に放送したフォークランド紛争を取り上げたテレビ映画アン・ジェントルマンリー・アクトではポール・ジェフリーがウィンチェスターを演じた。 1985年にフリーランスのライターとなり、香港を旅行した。ウィンチェスターは旅行雑誌、コンデナストトラベラー誌のアジア太平洋地域エディターに任命された。その後の15年間で、ナショナルジオグラフィック誌やスミソニアン誌などのいくつもの旅行雑誌のために取材活動を行った。最初の著書、インホーリーテラーでは、 混乱極まるアルスターで取材を行った時期に、遭遇したトラブルについて報告している。3冊目の著書、プリズンダイアリーでは、ティエラデルフエゴでの自身の獄中生活について、詳述している。ウィンチェスターが最初に、大きな成功を収めた著書は、博士と狂人である。最終的に完成まで70年の歳月を費やす、ことになる。 オックスフォード英語辞典を編纂するプロジェクトを主導したジェームズ・マレーと彼に日々手紙を送り続ける謎の協力者、ウィリアム・チェスター・マイナーの間の20年に及ぶ親密ながら奇妙な関係を衝突し、ニューヨーク・タイムズのベストセラーリスト入り書籍となった。1998年にメル・ギブソンがこの作品の映画化権を買い取り、二十数年を経て映画化された。 世界初の地質図を作成したものの、その業績が認められずに苦難の日々が続き、晩年になってようやく報われることになるウィリアム・スミスの波乱の生涯に焦点を当てた世界を変えた地図は第2のニューヨーク・タイムズのベストセラーリスト入り書籍となった。その後はオックスフォード英語辞典を編纂する物語についての続編。 オックスフォード英語大辞典物語、歴史上最悪の大噴火となった1883年のクラカタウの噴火が地球上に及ぼした影響を検証したクラカトアの大噴火、アメリカ史上最悪の自然災害となった1906年のサンフランシスコ地震を地質学的な視点も含めて包括的かつ詳細に描いた世界の果てが砕け散る生涯を通じて 中国に魅了され続けたジョゼフ・ニーダムの伝記、ザ・マンフー・ラブ・ド・チャイナ、チャールズ・ラトン・トウィッチ・ドジソンの生涯や業績、不思議の国のアリスのモデルとなったアリス・リデルとの関係を描いたザ・アリス・ビハインド・ワンダーランドなどの著書を発表している。ウィンチェスターは2006年新年の栄誉リストでジャーナリズムと文学に対する貢献が称えられ、イギリス女王エリザベス2世より、 大英帝国勲章のオフィサー賞を授与されている。また、2009年10月には、オックスフォード大学セントキャサリンズカレッジの名誉フェローの称号を授与されている。2011年7月4日のコンスティチューション号の式典に参加して、アメリカ合衆国の市民権を獲得した。ありがとうございます。